やはり山崎の蹴り、そして大山の突きがポイントになると見ていいでしょうか。そうですね、早くも山崎が右左2発、低いそして高い蹴りを見せました。決勝戦、蹴りであります。回し蹴りが出ております。大山脇腹に今度は高い回し蹴り。大山非常に前の取り方が いですね。いいところに大山の回し蹴りが決まる時間がありません。さあ、やめの太鼓がやがてなろうというところ、睨み合いです。今やめの太鼓が鳴りました。逆進会館の基本稽古は大山道場時代の基本稽古をそのまま継承している。移動稽古は前屈立ち、騎馬立ち、後屈立ち、三鎮立ちをそれぞれの立ち方で移動しながら突き、蹴り、受け、受けからの突き、蹴りを速いスピードで行うことにより基本稽古で身につけた技を実践に生かす呼吸、気合、リズムを養うものである。はい、これ90度ね、直角、拳、ここを一つ、胸を上げて、引き手、後ろ横、後ろ足45度、まっすぐ伸ばすぞ。また、肩幅ね、凝り方、みんなこの幅がね、長くにね、こういうようになっちまう。ラインが中央になっちまう。同様には必ず 目がある、こう目が。板のこうね、目。畳の時も畳をね、気が合わせると目が必ず目標を起こした。目の板何枚自分のところに立ってみた。立ったらこの足をその木目に合わせて下げる。後ろは幅を跳ねても狂わない。あるよし、その足にかかと、かかとをつけるとおり、かかとのあと土台を握るから、その後手が出る。また、肩を出さない。三本突き、あのね、上段気合い、いや、一呼吸を置いて中段2本、とどめね、いや、あた、はい、合わせないよ、合わせない、あ、せ、は、せ、は、せ、へ、は、へ、は、へ、は、へ、へ、前蹴り、前蹴りね、同じ、抱える。この抱えるのは普段だぞ、抱えるの。抱えて、うまい。だから、抱える、抱え込む。中央足をしっかり返す。で、今も気合いもしてそうだけども、突き干そう。ヘッドは変わらないよと、3本進んでも、1本1本がこう、波を打ってたんだよ。よし、回し蹴り。これもないな。手でバランス。手でバランスするよ。前ごとだけ、前ごとこう、蹴った時にこう顔面、すぐに顔面、急所から、回し蹴りの間、回し蹴りを横から、中心の間、前ごと、こう、こういうふうにある、こういうふうにある、これは回し蹴りになる。よし、膝から膝がこう入ったら回る。膝は横に上げて、手が、手の振りで持って入ってくる。下ろす位置が高さ。なるほど。よし、下ろす。下ろす。ね。手の振りを必ず顔面、どんな時も顔面かわす。絶対当てちゃいけない、当てられちゃいけない分は顔面。これはどんな、いかなる時もかわしてない。よし、下ろす。そうすると自然と体、ね、重のバランスは斜めになる。前に。だから反応が。できる。はい、押してる。あとは、はい、回し蹴り。はい、これで。ひば立ち、四股立ちじゃないぞ。ありがち、四股立ち、ありがち、ひば立ち。しっかりこう上げる。また、前へ送り込む。前乗り込んで横手やる。また、そっ
その時に顔面カバー、まあ、必ず上体やられたい。あとはよし、はい、そのまま前回前に回転ひねる。あとはよし、で上体前前行動しながら相手が、天下に、中段を打ってくる。払う。払ってそのまま返す。想像しながら、はい、敵の攻撃を想像しながら、こう自然の行動をする。よし、よし、よし。そのまま反撃に行ったり、そこに行ったり。基本は今やるのは、上段を受ける。基本は大きく、一線は小さい。あら、ふっと寝といて、顔面。また、よし、こういうように入ってくるよ。ね、だから上に大きく、上に大きく、はい、ね、シュッ、こう、そう、そうと自然に左、シュッ、入ってくるんです。ある、自分のその位置をしっかり捕まえる。また、はい、後屈しておいて、はい、よー、前にもそう、蹴った時に状態が変化しない。あるよし、状態がこういうふうに変化しながら、あるよし、この肩の力が入るとどうしてもこうやって連動してくる。だから上空からもう移動ゲームだと上と下を完全に分けないで、力のかけ具合。だからどんな状態でもこう上は変化しない、ね、こう変化しながら下半身は別の動きをする。受けながらこう攻撃するんだ。そういう動きができないから、よし、まあ、みんな同士ね、はじめましてはみんな一緒に動いてしまう。力だから蹴った時にグッとこうなるっていうね、呼吸を使うことは肩に力が入っちゃってる。だから突きが必ず、だから上と下を分けなきゃいけない。移動稽古の時には力のバランス絶対肩に力入れちゃいけない。はい、今度は左、三鎮立ち、よし、三鎮立ちね、左三鎮、ね、よーい、三鎮、待って、またよし、はい、剣のよう、はい、これで、はい、これからちょっと変化した蹴り受け、また、はい、前蹴り側頭前、前蹴り側頭前、蹴った肘の高さが下がっちゃうと側頭がいかないよ、蹴れない、蹴った前蹴りがしっかり膝が上がってること、上がってるこう高さから蹴りが入っていかないと、また、よし、前蹴り側頭、側頭で気合い、あ、はい、構えて、いや、はい、上段受け、上段突き、上段受け、この時にね、自分の約拳一つ、この受け手はね、で相手は必ず相手の顔面、上段だ、顔面をちゃんと狙っていかないと、ね、受けられない。要するにここだとこれ壁になってないんだな、これは入っちゃうもんな、流れてきたパン、あのね、スヤムパンチが俺に当たってくる。要するに壁というのは紙一重で抜けるとこだよ。ここが壁になるわけだ、上段の。わかる？え、あ、1、壁、上段受けの壁、2、半、え、はい、今度は中段、はい、中段も同じ。え、壁は、ここでこう、これをこう受けたら、これは壁になってないよな。受けが外れたらここだ。そうでしょ？こうやったらもう受けすぎ、こんなに余分な受けはやる必要ない。そうでしょ？だから、その壁というのはここだと。で、まあ、来たときにこれを抜ければいい、ここでいいわ、ね、1、ここでいいわ、自分のこれは自分の外受けの壁、はい、壁、はい、分かる？で、ここだ、上段そのまま来て、はい、上段、逆も同じ、逆、上段逆も同じ、はい、1、2、3、壁、ね、宇宙受けもここが壁だよ。そうでしょ、自分の抜ける壁、はい、1、こう胸をぐっと胸で受け、はい、はい、分かる、はい、下段、
これもそう、当たるここでしょ、ここが壁で相手のパンチが逃げる、はい、ここあん、はい、これ以上は受けない、それを重ねるんだ。ここまで受けてればね、次の行動が動ければまっすぐだもん。いろんなアクション、これをここまでやっちゃうと、これを戻す力が入っちゃうな。無駄な距離なんだ。ね、紙一重でもってね、相打ちでもってたら紙一重でもって先に入った分だけ、ね、そいつの方が倒せるんだ。倒すにはね、紙一重の違う。あった。はい、構えて。同じ、ね、上段突き、上段。はい、はい。チュン。受ける。構えるよ。ライサキと同じ。前踏み込んで。はい。はいよ。はい、構えて。逆。はい。はっ。出た。よし。はい。はいよ。はい、構えて。シュン。はい、はい、構えて、うん、はい、腰がこういうように動かない、自分のこの安定の中でもって乗せる、ここに相手のパンチを乗せてくる、あの、そうすると腰が安定すればそのままヘッドはこういうに伸びない、伸ばしちゃダメだ、この腰を締めたまんま英語やない、ある、乗ってこない、相手の体がパーン乗ってこないで、はい、はい、構えて、はい、まだ中段、はい、はい、ほらでしょ、体ヘッド動かないよ、ヘッド動かないから、相手が回ってくる、ある、はい、構えて、シュー、はい、はい、はい、そのまんま乗せれば一斉のところに乗ってくるでしょ、なるほど、はい、自分の力でやるんじゃない、技でやらなきゃ、で、技で、はい、はい、構えて、シン、組み手、前も基本でいった、ね、シャ、これは間合いを測るね、ね、位置だな、この位置がここに接近するとね、これはこういう接近があると、これ前銀の自分の距離、射程距離入る、あるでしょ、だからこの時点で前蹴り、はい、か前蹴り、前蹴り来たら下段、下段だよ、さっきも言った自分の壁を、壁、蹴って壁以上受けないことだ、打ったらすぐ戻す、そら蹴り返す、またそれをこうじゃなくて腰、この腰を沈めだけ、そのリズム、はい、わかる、このタイムの取り方、また、はい、H、はあ、はい、よーい、はい、構えて、シュ、はい、それは前蹴り、前蹴りね、はい、さっきやったね、払ったら、そのままこうやって、このままさっきやった、こうやって、シュッ、ステップバック、前蹴り、また、前蹴り、ね、同じ前にパッと蹴って上に持ってくる、またはい蹴ってパーン、さて後ろに持ってくる、変化、はい蹴った、返した、下にローキックで行く、後ろを取る、ね、はい蹴った、シュパン、後ろに持って回転していく、そう、はい、もう一回シュッ、ね、後ろの回し蹴り、わかる、こういうふうに自分がこう拠点がここだ、ね、さっきもいろんな逆取りいろんなことやった、このバランス、この安定、それが肝だから、ああいうことや、また、前には国際式ボクシングをやっておりまして、東洋バンタム級の1位までランクされたことがありますが、山崎の高い蹴り、がっくりと膝をつきました、そのディラ・チャラカンポであります。